中もこの後ゆっくりと北上してくる予想です。ただ5日先の予報でまだ気温が低くなっていますね。でどこかで東に向きを変えてくると思いますが、まあ、大きく回って変えるのか、あるいは早めに変えるのか、それによって関東への影響も変わってきますから、まあ、そんなことに注目して今後の資料から資料注意をしてください。それでは週間予報です。関東地方は日曜日にかけて曇りや雨の予報です。台風の進路によっては予報が変わる可能性があります。続いて甲信越各地です。新潟もあさって以降は曇りや雨となりそうです。明日は雨のぱらつくところもありそうですから、折りたたみの傘を持っていくといいですね。ここまで来ます。気象情報を